まぶしい。今回は簡単なミディアムウルフセットを3つご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。ご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、過去2回ほどやらせていただいているヘアセットをちょっとやっていこうかなと思います。ちょうどですね、先週くらいに髪の毛をバッサリと切りまして、まあ、ミディアムはミディアムなんですけど、ちょっとウルフヘアというか、こう、後ろ下がりの感じになったので、この髪の長さでのヘアセットをちょっと3つやっていきたいなと思い、動画の方を撮っております。今回もですね、テーマとしては僕はもう33で、アラサーの男子ということですね。簡単で清潔感を出せるような、ちょっとヘアセットを3つ作っていければと思います。僕みたいなこう、ウルフヘアっていうのは少ないかもしれないんですけど、まあ、言うなればただ単な後ろ下がりのミディアムレイヤーな髪型なので、まあ、僕と近い髪型の方多いと思うので、そんな感じでちょっとお送りしていければと思います。ちなみに前の動画の方は概要欄に貼り付けておくので、結構短めのミディアムボブとちょっと長めの、もう前髪こんくらいまであった時のパーマボブかなのヘアセットの動画がありますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。まずですね、一つ目、もうさっくりいきたいと思います。もう今ね、お風呂上がりで髪の毛ふわふわ状態なので、このまま、まあ王道の前髪があるような感じのウルフセア、ウザバングみたいな感じでちょっと作っていきたいと思います。はい、まずドライヤーしたんですけど、ドライヤーの時のコツなんですが、美容師さんに僕も聞いたんですけど、前髪は結構しっかりめに乾かします。じゃないと僕パーマかかってたりとか、内側が全部刈り上げてないんで、こうスカスカな状態の前髪になっちゃうんで、この前髪を作る際にこうスカスカしてるとちょっと変な感じになっちゃうので、前髪だけは結構しっかりめに、あとはこうパーマかかってるんですが、こうクシャッとさせながらドライヤーさせてあげると、パーマの質感がしっかりと出て乾くんで、こんな感じでドライさせました。あと後ろとかトップもまあちょっとふんわりさせたまま、ある程度固めるというか、温めながらこうふんわりさせてっていう感じで、後ろとか横に関してはまだ半乾きの状態になってます。で、今回は使うのはクールグリースっていうグリースをちょっと使っていきます。ジェルでもいいんですけどね、前髪のところがね、やっぱりね、ジェルでやった時にこう毛束がすごくできちゃってスカスカな感じになるんで、このグリースをこの第一関節分くらいですね、つけてベーッと伸ばします。で、後ろからで、なんかこの髪の長さの時に大切にしてるのは、襟足をしっかりとこう潰してあげるところですね。で、あとは揉み込むようにグリースをつけてあげれば、まあ、ある程度ドライヤーの時に形ができてるんで、前髪はほんとちょこっとですね、こう揉みながらつける程度で構わないと思います。結構ね、後からどんどんついてくるんで、なんかこの髪型だと襟足の部分とこの横の揉み上げの部分、揉み上げないんだけどね、このサイドの部分が結構ね長さがあるんで、しっかりと毛束作ってあげた方がバランス取りやすいかと思います。こんな感じですね。はい、一つ目がこんな感じで、前髪を下ろしたウザバングというかウルフセットですね。僕が最近一番気に入ってる髪型になります。これ、ね、サングラスとの相性がいいんですよ。ちょっと待っててください。こんな感じでね、サングラスというかすごく薄いグレーのレンズが入ってる色眼鏡だったりとかを最近してるんですけど、この髪型とすごく相性が良くてめっちゃ気に入ってます。これが1個目の何ヘアだっけ、ウザバングヘア、ウザバングなのかミディアムウルフなのかっていう感じなんですけど、これですね。はい、次行きたいと思います。はい、ちょっと洗ってきましたね。このヘアセットの撮影のね、裏側じゃないんですけど、この髪の毛を毎回洗うのが辛くてしょうがない。はい、次の髪型はですね、このミディアムウルフの状態でセンターパートみたいな感じ、ちょっと分けて、こういう風な、今もう分かれてるんですけどね、こんな感じでちょっと分けた髪型をちょっと作っていければと思いますので、やっていきたいと思います。まずはタオルドライしっかりとします。で、軽くドライヤーで前髪の分け目だったりとか
作ります。はい、こんな感じですね。ちょっと分け目を重点的にドライでこう癖をつけてっていう感じで、後ろと横またしても半乾きの状態ですね。ちょっと濡れてるくらいのが僕パーマが残ってるんで、その質感が出しやすいっていうのがあるんで、そのままにしてます。で、今回はですねジェルを使っていきたいと思います。この D ジェルっていうのはドンキホーテのジェルです。僕ねドンキホーテのジェルが一番使いやすいと思います。なんかちょっと時間が経った後でも粉吹きづらいっていうか、その後にまたトイレとかで水バーって手つけて再発できるというか、そんな感じがするのですごく好きです。結構ジェルはたっぷりと使うんですけど、こんくらい結構つけてるでしょ。ロングだとねもっとつけるんですよ。これを手にバーっとめちゃめちゃ伸ばして、ちょっとつけすぎたね。これちょっと多いんで取ります。 A few minutes later. こんな感じで後ろからまたつけていきます。やっぱどの髪型もそうなんですけど、前髪に一番最初につけちゃう人もいると思うんですけど、僕は絶対やらないですね。前髪につけすぎちゃうともう後戻りができなくなるんで、後ろとか横を最初につけて揉み込んで、でその後トップつけてからよく揉み込めたなって思ったタイミングで鼻がかゆい、猫の毛が。その後に前髪ですね。で潰しすぎちゃうと本当にペタンってなるので、お腹で整えるっていうよりも指先にこうジェルをちょっとだけ伸ばしていって、指でこう揉んでセットしていくと意外に失敗が少ないかと思います。はい、でジェルセットの僕のコツみたいなところなんですけど、時間が経てば経つほどこう粘度が増してくるというか、なんだろう、乾燥してるだけだと思うんですけど、こう引っかかりが良くなってくると思うんですよ。その時にこう微調整していくというか、前髪だったりとか形を完全に決めちゃうとか、このパーマかかってる人なんかそのくしゃっとしてる感じをそのタイミングで出してあげるとすごくセットしやすいなっていうふうに思うの で、しかもこのドンキのジェルはその粘度が結構高いのでめっちゃセットしやすいんですよ。はい、こんな感じですね。僕は後ろも横も刈り上げてるんで、ここのボリュームがなかなか今出ない状態になってるんで、それでウルフヘアを無理くりやってるんで、結構このセットするときに横と後ろはふんわりさせたりとか、メリハリつけてあげないとここがヒラヒラしてしまうので、そこを注意して作りました。ミディアムウルフでの髪型のセンターパートになります。はい、2つ目終わり。じゃあ3つ目ラストですね。アップバングっていうのかな、こう前髪今分けてるような状態で同じなんですけども、ちょっとこう後ろに流すような感じの髪型をやりたいと思います。また洗ってきます。はい、洗ってきました。またびちょびちょです。こんな感じで濡れるとパーマすごいんですよ。はい、ということで3つ目のですねアップバングみたいな感じでミディアムウルフをちょっとセットしていきたいと思います。また同じくタオルドライをしっかりとやっていきます。だいたいこれくらいタオルドライしたら、またこれくらいの長さだったらドライヤーでしっかりと根元から癖づけていきます。はい、こんな感じでですねドライヤーの方を終わらせました。なんかねここら辺がしっかりとふんわりとこう上の方に乾いてくれれば、結構そのジェルだったりとかグリス使う時もそうなんですけども、セットしやすいので、結構ドライヤーでね癖づけるっていうのをやった方がいいかと思います。僕はまあ美容師じゃないのでよくわかんないんですけども、それが僕のなんだろう、結構直毛だし剛毛なんですけども、やっぱドライヤーの熱でしっかりと固定してあげるとやりやすいっていう経験になります。はい、で今回のアップバングに関してもこのジェルで作っていきたいと思います。ちょっとねさっき取りすぎちゃったんで少なめでいきます。こんなもんかな。はい、これでいきます。で今回もしっかりと伸ばして伸ばして、指先のこの股の部分までしっかりとやると指でセットしやすいのでおすすめです。で後ろから、こんくらいもうつけたら、もう前髪も残ってるジェルをもう本当に伸ばして伸ばして、ちょっと乾いてきたなくらいだと粘度が出てくるので、そこで軽くつけてあげるくらいですね。
あとはよく揉んであげるとジェルがこの毛と毛の間をしっかりと入ってくれるので、すごくセットが長持ちしやすいです。あんまりやりすぎるとね、毛束ができすぎちゃうと変なになっちゃうと思うんですけど、結構ねもう乾燥してきちゃうともうペッタ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 接着剤みたいになっちゃってるんですけど、この状態が僕結構やりやすいです。髪の毛が半乾きなんでちょっとほぐれてくるんですよ。それがなんでうまい具合にセットしやすいくらいの硬さになってくるんですよね。その時に今回もしっかりと前髪上げてあげて、ここはぴったりとくっつけてあげて、後ろはちょっとふんわりっていう感じでやります。もう大体完成ですね。はい、こんな感じです。ジェルのセットに関してはこの後にこうドライヤーだったりとかすると結構すぐ固まってくれるので、急ぎでどっか出かけないといけないとかそういう時にはドライヤーを僕もします。今はしてないんですけど、あとはなんだろう、ジェル以外のそのグリースをもうちょっとそのキープ力を高めたいっていうんであれば、ケープであったりとかそういったスプレーで最後固めてしまうのが一番いいかと思います。そうするともう1日ねどんだけハードに動いても結構固まったままなので、崩れることが少ないかと思います。はい、そんな感じでね、ミディアムルーフのこの髪の長さでちょっと3つ髪の毛をセットしてみました。一応テーマとしては簡単、あとは清潔感っていうところで作らせていただいたんですけども、簡単さは多分動画で伝わったと思います。僕すっごい面倒くさがり屋なんで、そんな僕でもこう全部ね5分以内に絶対に終わってると思うんで、髪の毛洗って濡らした状態、だから朝とかだったら僕も朝寝癖がついてる状態がほとんどなんですけども、それをこう水で洗ったりとか、あとシャワー浴びたりとかしてこう半乾きの状態にしてからセットしちゃえばすごく楽なので、どれもおすすめです。やっぱりねこうワックスとかムースとかいろいろあるんですけど、僕のおすすめはやっぱグリースとかジェルがとても楽です。ある程度ちょっと固めにセットできる方が1日残るし、しっかりとねキープしてくれるというのが個人的なおすすめなので、よかったら真似してみてください。はい、今回の動画が良かった、参考になった等ありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。あとね、違う髪の長さでの動画は概要欄の方に貼ってありますので、よかったらご覧ください。はい、という形でまた次の動画で会いましょう。バイバイ。